俺もレナが大好きだよ。行ってらっしゃい。俺の名前は渡辺博。忙しい両親に代わって家事を担当し、妹の面倒まで見る高校2年生だ。でも俺一人だとどうしても手が回らないこともあるからな。一緒にレナの面倒を見てくれる人でもいればいいんだけど。まあそんな人都合よく見つかるわけ。え、あれは。あ、やばい、目があった。何見てんだこれ。え、ごめんなさい、何でもないんです。何でもないってことはないでしょ。うちらのことじっと見てた。彼女たちは一応俺のクラスメイトである。いつもうちらを見るたびにビクビクしやがって。彼女は森桃さん。美人でスタイルもいいけれどヤンキーなので怖い。陰キャ。彼女は佐藤春さん。実はお嬢様らしく気品は感じられるけどヤンキーなので怖い。言いたいことがあるなら男らしく言えば。彼女は中野凛さん。小動物系の可愛い見た目だけどヤンキーなので以下同分。この子たちはいつもこれだよ。そんなに俺が嫌いか。ごめんなさい。あ、待てこれ。逃げた。失礼しちゃうっつーの。やっぱり怖すぎる。もう絶対に関わらないようにする。そんなことがあった次の日、俺は妹と一緒に出かける約束をしていた。さて行こうか。あれ、なんだかご機嫌だな。だってお兄ちゃんとお出かけできるんだもん。あー、かわいい妹が昨日の出来事を洗い流してくれる。よしよし、レナはいい子だな。お兄ちゃん大好き。ありがとう、俺も大好きだよ。なんだあの子。まずい。あいつ、あんな妹がいたなんて許せない。超やばい。ねえ、どうする。これは放置しちゃダメな案件だな。よし、じゃあこうしよう。あ、なんか聞こえたような。気のせいか。お兄ちゃん、早く行こう。なあ、うん。俺はレナがいればそれで幸せだ。そう思っていたのだが、休日明け、なぜか俺は森さんたちに絡まれていた。よう、渡辺。なんでしょうか。お前、今日暇だろ。これからあんたの家に行っていいよね。決定。なんで急に。昨日可愛い妹ちゃんと一緒に歩いてたでしょ。合わせて。狙いはレナ。冗談じゃない。可愛い妹を危ない目に合わせられるか。ごめんなさい、また今度。なあ、逃げるな。待てこら。おう。てレナ。お兄ちゃんも今帰りなの。やった、一緒に帰ろう。見て、妹ちゃんいる。待て、レナに手を出すな。なんで森さんたちがレナを狙うのかはわからない。でも大事なレナは命に代えても守ってみせる。かわいい。え、よしよし、かわいい。マジ天使。どういうこと。うちら幼馴染でさ、こう見えて子供がめっちゃ好きなんだ。意外すぎる。小さい頃うちらにすごく優しくしてくれた保育園の先生がいて、昔はあんな風に素敵な先生になりたいって思ってた。今は違うんですか。今のうちらがなれると思うか。確かに3人はヤンキーだけど、なんかすごく寂しそうな顔してるな。それとごめんな、今まで。え、うちら3人とも派手な格好が好きでさ、周りから浮きまくっていつの間にかヤンキーとか呼ばれてて、渡辺もうちらのこと見てビクビクするじゃん。どうせ嫌われてるなら近づけさせない方がいいかなって思ったんだ。だからそのきつい態度ばっかとってごめんな。うちらも謝る。ごめん。ごめんなさい。いえ。森さんたちって本当はこんな子たちだったのか。素直に謝れるし子供好きで、
なんだ、すごくいい子じゃん。俺の方こそごめんなさい。見た目で勝手に怖い人たちなんだって判断してました。子供好きなんですよね。もしよかったらこれからも妹と一緒に遊んでくれませんか。いいのか、うちらヤンキーだぞ。正直怖かったです。でももう実は優しい子たちって分かりましたから。お前チョロすぎだろ。ほんとチョロ松チョロノスケ。まあそうかもですね。3人ともこんなに可愛い顔で笑うんだ。それとタメなんだから敬語やめろよな。あと名前も呼び捨てでいいから。うん、はい、お姉ちゃんたちとまた遊べるの、やった。この日から俺と妹は3人と一緒に遊ぶようになった。例えばある日には、じゃあ今日はハンバーグ作るか。私は先にレナちゃんが食べたがってたの作るよ。この前一緒に本で見てたやつか。じゃあサワークリームオニオンタルティーヌ。何それ、呪文。なんでだよ。いや、おしゃれすぎて。味見してみる。ああ、でも今ハンバーグの種作ってるから手が。うん、じゃあほら。ああ、え、何遠慮してんだよ、さっさと食え。うん、今俺の唇にモモの指が。何照れてんだよお前。そういうモモこそ顔赤いけど。はっ、そんなわけねえし。ラブラブ。お二人さんお熱いね、まるで進行。なわけねえだろ。あ、お兄ちゃんモテモテなの。レイナまで何言って。さらに別の日には、ハルがレナの宿題を見てくれることも。すごい、ハルお姉ちゃんわかりやすい。よかった。見てお兄ちゃん、宿題全部できたよ。すごいぞレナ、よく頑張った。えらいえらい。よし、明日の分もやっちゃおう。助かったよ、ハルが頭いいなんて全然知らなかった。見た目で判断ダメ絶対。ごめん。でも本当に教え方も丁寧で優しいしすごいよ。てか、ももも凛も遅いな。お菓子買いに行くって一体どこまで。あ、何さっきから黙って。こんな風に褒めてもらえたことないから、なんか不思議。え、両親に褒められたりとか。一度もない。きっと厳しい家庭で育ったんだろうな。その反動で見た目も派手になっていったのか。お兄ちゃん、レナいいこと考えたよ。あ、ハルお姉ちゃんにもご褒美あげよう。ハルお姉ちゃんは頑張って教えてくれたから、頭なでなでしてあげて。さすがにそれはしてほしいかも。え、ほら早く。こうなったらレナは聞かないからな。仕方ない。えらい。うん、レナもする。いい子だね、ハルお姉ちゃん。ありがとう。恥ずかしい。だがしかし、なんかめちゃくちゃ可愛くないか。それからさらにしばらくの時が経ち、今ではすっかり3人がうちにいるのが当たり前になっている。おいしくなるよ。ここはこの文章を。わかった。リン、どうかしたの。何が。なんか考え事してるように見えたから。なんでわかるのよ。さ、ももは料理上手だし、ハルは頭いいじゃん。おまけにももはスタイルいいし、ハルは可愛い。でもうちは何もできないし、おまけに背もちっちゃいし、全然女らしくないなって。そんだけ。そんなこと考えてたの。俺はリンも可愛いと思うけど。は？それにリンは話が上手じゃん。お世辞はいいから。お世辞じゃないって。じゃあ
私に女を感じるの？まあそりゃ感じないわけないし。へえ。ふーん。っておい。本当だ、顔真っ赤。離れろって。本当に可愛いって思ってくれてるんだ、ありがとう。うん。魚二人何してる？人が一生懸命料理してる時に。あ、いや、これはヒロが私のこと可愛いって。おい。そして学校では、ヒロも一緒にご飯食べる？ハル、ダメじゃん。学校でうちらが話しかけたら誤解されるだろ。そうだった。そんなの気にしないよ。今日は天気がいいし中庭で食べようよ。いつしかこんな楽しい日々が当たり前になっていて、俺はこれがずっと続くと信じて疑わなかった。しかし。ねえ、それ本当？渡辺ってヤンキーだったのか。あ、なんだ。家でも一緒にいるらしいよ。え、マジ？やばくない？ねえ、何のお話してるの？あ、いや、何でもないよ。ごめんね。ヒロくん、大丈夫なの？最近怖い人たちが家に入り浸ってるみたいだけど。いえ、彼女たちは全然そういう人たちじゃなくて。レナちゃんの悪影響になると大変よ。一生懸命働いてくれているご両親に申し訳が立たないわ。どうしよう、3人のことが学校でも近所でも噂になってる。確かにみんなはヤンキーかもしれないけど、でも3人が優しいことをみんなは知らないだけだ。渡辺くん、ちょっといいかしら？あ、はい、何でしょうか？最近森さんたちと仲がいいみたいだけど大丈夫？何か困っていることがあるなら相談に乗るわよ。いいえ、大丈夫です。本当に渡辺くんは真面目な生徒なんだからしっかりしないとダメよ。森さんたちのような生徒と関わるのは渡辺くんの将来にも良くないわ。先生、心配してくれてありがとうございます。でもこれだけははっきり言わせてください、3人はとても優しい女の子です。俺も妹も彼女たちに助けられています。一緒にいる時間がとても楽しくて、3人は俺にとって大切な子たちです。そう、嫌な言い方をしてごめんなさい。私もちゃんと向き合うようにするわ。その日の夕方。ただいまが。お兄ちゃん、おかえりなさい。おっす。おかえり。おか、あのさ、ありがとな。え、何が？先生に言ってくれたろ、うちらのこと。見てたの？バッチリよ、イケメン。知ってほしかったんだよ、3人が本当はとても優しい女の子だってこと。そっか。顔が熱い。ありがとう。できるなら学校のみんなにも知ってほしいなって。でもうちらがヤンキーなのは本当だ。はみ出し者。それにうちら学校辞めてもいいかなって思ってるんだよね。え、ダメに決まってるだろ。学校辞めた後はどうするんだよ。その時は永久就職でもするかな。か、何言って。お前と結婚したら楽しそうだし。誰にする？おすすめはうち。あ、お兄ちゃんは渡さないもん。あ、レナちゃんのあれを兼任するのもいいな。ちょ、みんな何言って。なんて冗談。やーい、引っかかった。ちょっと三人とも。でもさ、真面目な話、もううちらと付き合うのはやめた方がいい。え？学校でも近所でも噂になってる。妹ちゃんにも迷惑がかかっちゃう。ちょっと待って、何言ってるんだよ。今日はこのことを言いに来たな。この辺が潮時だ。
バイバイ。一緒に遊んでご飯食べて。めっちゃ楽しかったよ。ヒロ、レナちゃん、元気でな。おい、嘘だろ。お兄ちゃん、お姉ちゃんたちどうしたの？レナ。それから三人は本当に俺から距離を置いた。学校でも話せないし、うちにも来ない。このままなんて嫌だ。レナもすごく寂しそうにしてるし。モモ、ハル、リン、話を聞いてくれ。ヒロ。学校でうちらに話しかけない方がいいって。ヒロ、妹のことを大切に思うならもううちらに関わるの。あ、お兄ちゃん、今日もお姉ちゃんたち来ないの？ああでも大丈夫だよ。また一緒に遊べるよ。そのためにお兄ちゃん頑張るから。お兄ちゃんなんて、本当はもう無理だって分かってる。寂しい。今すぐ3人に会いたい。また一緒に。あ、そっか。俺は3人のことは。結局それから何もできないまま数日が過ぎた。ある日、事件が起こってしまった。レナ、ここにもいない。いつもはうちにいる時間なのに一体どこに。もしかして、もしもし、なあ、今レナと一緒にいる？いねえよ。なんだよ、どうしたんだよ。レナがいなくなったんだ。え、どうしよう、レナに何かあったら俺。落ち着け、一緒に探すから。レナちゃん、返事して。あとレナちゃんが行きそうなところは。ごめん、みんな手伝ってもらって。何言ってんの、探すの手伝うのなんて当たり前でしょ。絶対見つける。みんなありがとう。いた、レナちゃん。追いつかった。お兄ちゃん、お姉ちゃんたち。探し回ること1時間以上、隣町の公園でようやくレナは見つかった。無事に見つかってよかった。よかった、無事だった、安心した。ああ、一時はどうなることかと。でもレナ、どうして急にいなくなったんだ？これ、仲良しの印、みんなでお揃いのアクセサリー。もしかしてこれを一人で買いに行って迷子になったのか？うちらたちのために。またお姉ちゃんたちと一緒に遊びたいから、お揃いつけたら仲良くなれるってクラスの子が教えてくれたの。レナ、モモ、ハル、リン、レナを見つけてくれて本当にありがとう。でさ、俺やっぱりみんなで一緒にいたい。周りの噂なんか関係ない。俺が何とかする。ヤンキーだからなんだ、3人は悪者なんかじゃない。保育園の先生にだってなれるよ。だってこんなに優しいんだから。俺はこれからも3人と一緒にいたいんだ。私もお姉ちゃんたちが大好き。はあ、もう、うちらも同じ気持ち。うちらだって本当は一緒にいたいっちゃの。しょうがねえから、これからも一緒にいてやるよ。約束。これからも思いっきり遊ぶぞ、ずっとな。はい、みんなありがとう。こうして俺たちの仲は一件落着した。そしてあの日以来、3人はヤンキーをやめた。俺やレナと一緒に過ごしても何も言われないようにと、きっちりと制服を着こなす真面目な生徒になったのだ。さらには保育園の先生になるために勉強も頑張っている。にしても本当に変わったね。クラスの男子たちも目の色変えてるし。もしかして嫉妬？やきもち焼いてる。うわー、コマか、かわいい。違う、嫉妬しなくていい、安心して。そうそう、だって永久就職の話はまだ生きてるからな。
どういう意味？うん、だからお兄ちゃんと結婚するのは私。心配ならさ、はっきり言ってやるよ。ほら、耳貸して。いくよ、せーの、大好き。最初は怖いと思っていたヤンキー娘たち、でも今はいつまでも一緒にいたい、そう思うのだった。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。